人生変わる DX モバイルということで、人生変わるモバイル Wi-Fi 端末プロジェクト、やっておりまして、ぜひですね、概要欄の方をチェックしてみてください。売上で、ね、猫も助かるというのもですね、プラスでやっておりまして、はい、自分の人生変えながら猫も助かるっていうね、Wi-Fi プロジェクトやってますので、ぜひ概要欄の方からチェックしてみてください。というわけで、本日のテーマは、第5が、親に感謝していることトップ5ということでですね、科学的根拠も踏まえた上で、うちの親がやってくれたことの中から、これ多分僕ももし子供が生まれたら自分の子供に絶対やるだろうなというふうに思うですね、これやってくれれば親に感謝するだろうねってことをトップ5ご紹介していきたいと思います。あえてお金がかかる方法、例えば、ちっちゃい頃から英語に触れさせてあげるみたいなとか、ピアノの習い事をさせてあげるとかっていうことは、あえて省いてあります。お金がかからなくてもできるんだけれども、ほとんどかけずにできるんだけれども、親がこれやっとくと子供の人生変わるよという内容をですね、今回はご紹介したいと思います。ちなみにこれ、大人になってからやっても多分、効果あると思います。なんでぜひですね、子供時代あんまりね、親とか先生に恵まれなかったって方はですね、この放送を見ていただいて、ぜひ自分でやってみてください。本日のワインは、最近僕は研究しに研究しまくっているオリビエ・バーンスタインさん2020年、ボンヌ・マールと黒ブージュ飲み比べしながらやっていきます。乾杯。第5位。第5位は、自然の中で遊ばせてくれたです。はい。特にね、木登りをめっちゃ許してくれたんですよ、うちの親って。じいちゃん家の庭とかに木があったりとかして、結構一番上てっぺんとかまで登ったりとかしてたんですね。2階建ての建物は余裕で超えるぐらいの高さの木だったんですけど、全然そこを木登りしても危ないとか止められたりとかしなかったんですね。で、実際この自然の中でですね、子供を遊ばせるってものすごく重要で、例えばフィンランドで行われた研究とか見てみると、自然の中で遊んだ子供って免疫システムとか腸内環境がですね、改善するということが分かってるんですよ。あとは体内の炎症とかが抑えられたりとかして、当然アレルギーとかになりづらかったりとか、あとは老化とかね、うつ病とかの原因になるって言われてる体内の炎症ですね、こういったものもですね、改善するということが分かってまして、週1回とか2回とかでも構わないんで、自然の中でですね、遊ぶようにしてあげる、連れてってあげるということをするだけでも、だいぶですね、子供の人生変わると思いますんで、おすすめですね。特に木登りはですね、プラスアルファで IQ をアップさせてくれるですね、効果もあったりとかするので、おすすめです。ぜひですね、子供には、木登りをですね、毎週させてあげましょうというのが第5位でした。じゃ続いて第4位。第4位はですね、週4日以上、魚を食う日を作るです。はい。頭がいい子供を育てるにはどうすればいいのっていうですね、メタ分析、とかを見てみると、やっぱり食べ物によって子供のですね、頭の良さっていうのはだいぶ変わるということが分かってるんですね。特にですね、オメガ3と、呼ばれてるような、魚に、豊富に含まれてる脂肪酸がありまして、魚食べると頭良くなるとか言われるじゃないですか。あれの原因がこのオメガ3なんですよ。はい。実際に新生児とかにですね、このオメガ3を、魚ですね、取らせてあげるのも、もちろんあれですけどね、生だといろいろ問題起きる可能性があるんですが、このオメガ3をですね、新生児に食べさせるのがいいというデータも出てますし、ただ妊娠中の女性がですね、魚をたくさん、食べた場合でもですね、子供の脳にはいい影響があるということが分かってるんですよ。要するにオメガ3がですね、母親の体内を通じて子供にも供給されると。で、結果ですね、オメガ3をですね、こういうふうに食べることによって、IQ が3.5ポイントも上がるよみたいなデータも出てるので、やっぱり子供の頃からですね、大人になってもやるべきなんですが、週の半分以上はやっぱりね、肉じゃなくて魚を食う日を作ってあげた方が、脳には絶対いいと思います。ぜひですね、やってみましょう。うちもやっぱり焼き魚とか結構親やってくれたんでね、だからそういう意味で言うと感謝ですね。はい。で、続いて第3位。はい。第3位はですね、レベルが高い友人ができる環境を与えることです。はい。普段から言ってるようにですね、親の育て方のですね、子供に対するですね、影響、特に子供の性格に対する影響っていうのは超低いということが分かってます。遺伝子が性格に与える影響っていうのは38%から58%っていうふうに呼ばれるんですが、親の育て方とか家庭環境が子供の性格に影響をどれぐらい与えるかっていうと、0%から11%ぐらいの間ぐらいです。はい。なんで、結論ですね、親がどう育てても、よっぽど虐待をするとかやばいことをしない限りは、ほとんど生まれた瞬間の遺伝子と残り半分はどんな友達と付き合うかによってですね、変わっちゃうんですよ。だから親があれこれ早期教育をしたりとか英才教育をしたりとかするよりも、いい友達がですね、できそうな、そういう環境にとっとと放り込んであげるっていうのがすごい重要なんですね。親だから一生懸命働いて、子供がいい友達ができる学校にね、入れる環境を作ってあげることぐらいしか親にできることはないというふうに言われてるんですよね。実際フロリダ国立大学の研究とかでも、12歳の時のですね、友達のですね、IQ っていうのが本人の IQ のアップにですね、影響を与えるという研究結果も出てるんですよ。つまり友達が IQ 高いと自分の IQ も上がるってことですよ。だからやっぱりその周りから影響を受けたいようなレベルが高い友人ができる環境っていうのを用意してくれるってことがすごく重要になってきます。僕の場合はいじめられる子だったんで、あんまり小学校中学校とかいい思いじゃないですけど、高校
校とか大学とか、まあ、特に大学はあんまり行きなかったんですけど、なんやかんや僕は慶応に行ったんですけど、親が願書出してことによってね。でも慶応で良かったなと思います。やっぱ面白い人間関係ってことにビジネスとかにつながる人間関係は慶応ってものすごい充実してるので、そういう意味で言うと慶応に入って僕は良かったな、東大じゃなくて良かったなと思ってたりとかします。はい。なんで、第3位はそんな意味で環境でした。で、続いていきましょう。第2位。第2位はこれね、うちの母親はよくやってくれたんですけど、研究で出てるんですね、データが。はい。インタラクティブ読書っていう読書方法をですね、親が教えてくれたというもんです。読み聞かせとかもこのインタラクティブ読み聞かせを僕やられてた記憶がありますね。で、このインタラクティブ読書って何かっていうと、やるとね、IQ が6ポイント上がるんですよ。子供の頃やってあげると。これ何かっていうと、子供に、例えば絵本を読むときに、次は何が起きると思うかなとか、ここで子犬さんは何を考えてると思うみたいな風に、子供が Yes, No で答えられないオープンエンドなクエスチョンですね。次はこれが起きるんじゃないかとか、いや、この子犬さんは、実はこのお肉を食べたいと思ってるんだよとかっていう風に、その子供に想像させながら読んでいくというですね、読書の仕方。これインタラクティブ読書って言います。ただ単に字面を追うんじゃなくて、でこの時の登場人物の感情はどうなってるのかなみたいな、何考えてんだろうみたいなところを考えながら読むって読ませるやり方ですね。これやるとですね、 IQ がめちゃくちゃ上がるんですよ。ちなみに6ポイントの差ってどれぐらいすごいかっていうと、もしかすると人生が逆転するかもぐらいの数字の上がり方なんですよ。さっき言ったみたいに木登りさせてあげて、魚を食べるようにしてレベルが高い友人ができる環境を放り込んであげて、今言ったインタラクティブ読書やってあげたら、多分10ポイント以上 IQ が変わるんですよ。でこれはもう本当人生ひっくり返るレベルの変化なんで、だからインタラクティブ読書は絶対子供が生まれたら皆さんやった方がいいですよ。自分でもやった方がいいと思います。はい。では最後、堂々の第一位ご紹介しましょう。親が子供に教えられることなんてもはやほとんどないんですが、これだけは親が教えてあげると子供の人生が大きく変わるので、ぜひ教えてあげてほしい内容です。これ何かっていうと、欠点を直す方法ではなく生かす方法を教えるというもんです。さっき言った通り、これ2003年の研究とか見てみると、性格の半分っていうのは基本的にはですね、遺伝で決まっちゃうので、自分の性格がここが悪いとかここが微妙みたいなものを直そうとしたところでしょうがないんですよ。もうほぼ直らないので。ちなみに、職業の好き嫌い、こういう仕事が好き嫌いみたいなものも 36% ぐらい遺伝します。だから職業の好みも遺伝子で、4割近く決まっちゃってるわけなんですよ。だからね、自分が持ってる弱みとか欠点を含めて個性として上手に活かす方法を考えた方がいいんです。この欠点を活かす方法っていうのを教えてあげる方が、実はですね、子供にとってはプラスになる。例えば僕の場合だったら協調性が全くなくて、みんなに合わせるのがすごく嫌だったんですよ。でそれで、やっぱみんなに合わせないとダメかなって話になった時に、まあうちの親はそういうから辺柔軟なタイプだったんで、いや、みんなと合わせられないっていうか、みんなと違うっていうのは、それは価値があることだと。独自性って言って、人とは違う、被らないオリジナリティがあるってことは大事なことだから、みんなとは違ったやり方で、みんなと同じ、あるいはみんな以上の成果を出す方法を考えればいいよねっていう風にしていけばいいわけなんですよ。だからそういう風に欠点を直すんじゃなくて、生かす方法を、教えてあげる。どうやったら欠点が生かせるか、あるいは自分がこういう欠点があったんだけど、それを生かしてうまくいったんだってストーリーを教えてあげて、欠点って直すべきもんじゃなくて生かせるんだってことを自分の背中でもって教えてあげるっていうのが、親が唯一子供に教えてあげることということで、第1位にさせていただきました。ぜひやってみてください。ちなみにこの欠点を生かす方法っていうのを考えるときにですね、ネガティブなもの、本当にネガティブな欠点、例えば臆病だったりだとか、不安を感じやすいとか、そういうのはね、欠点にしかならねえだろうと思う方いると思うんですけど、いや違うんですよ。実はね、それすら、自分の人生のプラスに変えることができて、そんなですね、挑戦できない、臆病な性格をですね、打破する7つの方法だったりだとか、もうネクラ、もう不安、陰キャ、全然問題ないです。不安利用の心理学ってことで、不安を利用して逆に成功するための方法、こういったものを D ラボではご紹介してます。ぜひですね、概要欄、コメント欄の方から続きや D ラボの方もチェックしてみてください。あとはね、子育てに関する研究の解説とかもやってます。成功する子っていうですね、タイトルで、子供の将来をですね、決める親と家庭環境の条件とかをまとめたりとかしてますんで、ぜひですね、概要欄の方から続き D ラボの方も合わせてチェックしてみてください。それでは、次概要欄、コメント欄の方からディラボでお待ちしてます。バイバーイ。